トウルクからバルト海をシリアラインで次の訪問地ストックホルムに行きます。約14時間のクルーズです。乗船手続きです。結構時間がかかりました。いよいよ乗船です。船は出港しました。午前7時30分、ストックホルムに着きました。ストックホルム港、後方の高台から見たストックホルム港とストックホルム市街の眺望です。ノーベル賞受賞式で有名なストックホルムシティホールです。シティホールに来ました。この部屋でノーベル賞の授賞式が行われます。受賞者が座る席です。ここで一人一人授与されるそうです。黄金の間です。王宮です。王宮ではちょうど衛兵の交代式が行われていました。
昼過ぎにストックホルムのホテル、ストックホルムグローブホテルに到着しました。午後からは自由行動です。